さすがローゼン閣下、俺たちの気持ちを代弁してる、ズバリ言ってくれた、称賛の声以上に SNS でじわじわ広がっているのが、自民党の麻生太郎副総裁82の発言に対する批判的な見方だ。ことの発端は麻生氏が2日に福岡市で開かれた講演で、安倍晋三元首相の国葬に振り返り、こう発言したことだ。あれだけの多くの人が延々と夜まで並んでいるという状況を見て、私は正直何とも言えない気持ちになって、本当に立ち止まってお辞儀をしてしまったのが正直な実感なんで。そういった日本人が今、若い人たちの中に育ちつつある。若い人たちの中に多くの日本人が育ちつつある発言が報じられると、当初はネット上の意見も、安倍さんの盟友、よくぞ言ってくれた。と同意する声が目立ったが、次第に増え始めたのが、国葬に反対していた若い人は日本人ではないってこと、国葬って麻生さんが岸田首相にやれと言ったと報じられていたけど、自分の意見に賛成なら日本人、反対なら日本人じゃないと、麻生さんの言う日本人以外の若い人は何者なんでしょうか、といった否定的な声だ。麻生氏は何か勘違いしているのかもしれないが、国民世論は銃撃されて亡くなった安倍氏に追悼の意を表すことに反対していたわけではない。法的根拠もなく、国会同意も得ずに、一内閣が独断専行で国葬を決めたことに対して、個人崇拝につながりかねず、近代民主主義国家の在り方としておかしいと異論を唱えたわけだ。改めて国葬などにせず、歴代の首相経験者と同様、内閣・自民党合同葬にすれば無用な混乱は避けられたに違いない。